はい、ではですね、ここからラーガカフィの動きをですね、この植物の動きですね、はい、僕はラーガを植物の動きで例えるのが好きなので、まあ、ここにちょうど植物もあることですし、はい、どのようにラーガが展開していって、どのような動きでどのような性質を帯びて成長していくかを植物に例えて成長していきたいと思います。でまず種ですね、はい、ここが地下、ここが地上、さあがまあ起点ですね、はい、で植物っていうのはまず根っこが地下にどんどん降りていきますよね、根が、はい、で地下で栄養、地下には栄養とか水分とかいっぱいありますよね、それを吸収してまた種に送り続けます、そういったものを。でエネルギーが種に充満してくると、次は発芽してですね、葉っぱが出てきてどんどん上昇していって、で花が咲いてまた降りていって結実するといったような、そういう展開があります。はい、ではほとんどのラーガーはサーから始まりますが、ラープの場合は、まあ、例外はありますが、なので今日もサーから始めてみたいと思います。はい、サーでは下に降りますね、ニーニーサー、はい、まだ3にとどまってます。ダニサ、はい、ダで次にまた下に降りましょう、サニダダニサレニニサ、もう今いきなりレが出てきましたよね、はい、レ、もう地上にちょっと芽が出た状態ですかね。でちょっと今説明さっきし忘れたんですけれども、このカフィというラーガはいわゆるチャンチャララーガと言われている部類に属するラーガで、動きが早いんですよね、成長も早いです。なので前に紹介したチャンドラコンスとかですね、あとマルコンスとか、まあ、そういったもうじっくりじっくりと時間をかけて成長していく、根もしっかり張ってですね、もう何年もかけて成長していくような大木みたいなラーガに対して、このチャンチャララーガと言われているもの、まあ民謡がミックスしたものが多いので、バイラビとかもそうなんですけれども、そういったラーガは割ともう展開が早いです。もう割と早く動くべきラーガと言われていますね、動きも早いですし、割とちょこまかちょこまか動く感じですかね、はい、そういったラーガの性質を帯びているので、もういきなりもう割と今日は展開早く進めていけたらなと思います。はい、じゃあもう一回、どこまで行ったかな、ダーまで来たのかな、ダニサレガー、あ、まあ、ガーまで行きた、ちょっと待ってください、ダニサレサーですね、はい、でまた下に降りてきます、サニダパー、パーは座るノート、止まることができますね、はい、パーダニサー、まずパーを起点に登ります、パーダニサー、次にダーを起点に登っていきましょう、ダニサレサで、ダニサ、はい、まあ、ダニサありません、ね、その次ダニレサ、サを飛ばしてダニレサ、こういう動きはジャイジャイワンティーというラーガでよくありますが、カフィーでもいいですね、はい、ダニネサーで、次に順番に重ね塗りしてだんだん上に登っていく感じですかね。インド音楽ではこう、何でしょう、一つの色を塗るのに同じ道のりなんですけども、どんどん重ね塗りしていって、どん少しずつ微妙に上に上にって登るパターン、そういった表現することが非常に効果的に表現することが多いですね。なのでダニサで、次にもうちょっと上重ね塗りいきます、ダニネサ、さらに上いきましょう、ダニガレ、はい、ガが出てきましたね、ガレサレニダニニサ、今のガレサレニダニニサっ
ていうのはもうカフィーのすごくあの典型的なもう動きですね。もうパカッとチャランですね。もうはい、ダニスレガレもそうですね。はい、大体この2つがセットになってますね。ダニスレガレで、この次にダレサレニダニニサ、はい、でここでガガマガマガマガレガ、はい、シュッターが普通のガですね。はい、ガマガレ、はい、この動きガマガレ、これもですねガが2つ使う時の動きですね。はい、ガマガレレパガレ、はい、パ届きましたね。もう結構早いです今日手が。はい、でもう一回ガレサレニニサ、パカットでもう一回ここで3に整ります。はい、ガマパシュッとパーですね。ガマパガマパダニダパ、もう2まで来ました。はい、ダマパガレガマパで、またシュッタガマパダニダパ、このニダパっていうのもよくカフィで動き変う、あのパカットですね。はい、ガレガマパで、もう一回ここでパカあのチャランで固定しましょうか。ガレサレニダニニサ、はい、もうエネルギーここら辺に来てますね。ここでまあ一分休憩して、でレガマパマパ、このレガマパマパ、これもものすごくカフィーで使われるフレーズですね。はい、ガマパダニダニダパ、もうここら辺まで来てます。届きそうですね。ダマパガレガマパ、まあもう登りましょうかね。ダマパダニシュッタニですね。サニコマルニダパダニシュッタニニサニサ、もういきなり花が咲きました。このニの使い方もですね、はい、前も言いましたが、あのニダニニサとかだと、あのミャンキマルファールっていうラガがあるんですけど、そういう動きになるんですけども、カフィーの場合はですね、ダダマパダニサニサニダパダニサニサみたいな動きですね。はい、まあこういう特徴的な動きします。はい、ニの使い方2つのニですね。はい、でダニサ、また重ねるやりましょうかね。下でもやりましたけども、ダニサダニ、ちょっとスペースがないんですが、ねさダニガレ、まあ上ねガマガマガレ、今ガ2つ使いました。はい、ガレサレニダニニサ、はい、もうこのぐらいでいいですね。もう今日はあの短めに終わります。このラーがちゃんちゃらラーガなので、はい、さあタッコしていきます。サニダパマパダニダパ、はい、シュッターが開きます。ガガマパガレで、レパ、そのレからパにジャンプするのもパフィーではありますね。レパガレ、あと流派によってはですね、こういう動きありますね。レニダニパダマパ
パダマーパーってのはあのデイシュというラーガであの使われるあの特徴的な動き、まあ、デイシュでも頻繁には使わないんですけども、ここぞという時に使う動きなんですが、タフィーでこれ使う人もいますね。僕もこの動き好きなのでたまに入れますね。はい、レニラニパダマパガレネガママパ、はいね、ガレガマガマガレで、結構これキーになるかもしれませんね、このラが。はい、レを3倍で取る人もいますね、結構。はい、ガレサレニダニニサ、はい、最後はとどめのパカットで決めました。はい、まあ、大体カフィはこういう感じなので、あの普通にですね、もうこのサレガマパダニサの動きをただスケールをなぞってあの歌ったり演奏していてもカフィにはならないです。はい、ちゃんとそのカフィの動き性格とかあのパカとチャランを知った上であの演奏なり歌うなりしないと、単なるドリアンスケールですね、声音階でいう、はい、ドリアンスケールを演奏してるだけになるので、はい、このラーガもやっぱりそうですね、パカとチャラン大切になってきます。はい、はい、ということで今日はまずここまでカフィのアラープ動きをですね植物に例えて説明していきました。ありがとうございます。